善次郎でございます。さあ、今日のテーマはこちらです。日本とイギリスのフリートークの違いっていうことですけども、先日ですね、BBC のラジオに出演してきましてね。昔は吉本興業にね、BBC の仕事してきましたって、ああ、そうかいな、琵琶湖どうやった言われて。琵琶湖？あ、琵琶湖放送やかな。いや、違うんです。イギリスのものですって言って。そんなね、ことあったんですけども。これもね、ありがたい話でね、ヨーロッパツアーに行ってイギリスのレスターコメディフェスティバルっていうとこ行ってきたんですね。さあ、今私はですね、イギリスのレスターです。レスターですけども、今からBBC のラジオが選ぶベストパフォーマー、こちらのラジオの方に出演してきます。いいですね。 じゃあ行きましょう。マスクしてね、今歩いてるとね、コロナウイルスのね、あれでちょっといじられたりするんですよ。こう昨日もこうマスクしてたらね、コロナウイルスみたいな、持ってくるなみたいな。 そこに行ってですね、まあ日本のコメディアンとか少ないですから、それでまあ面白がって入れていただいたんですけども、まあネタをやります。その後フリートーク、1時間のフリートークがありますと。それに出演してくださいということで。もうまず僕、英語のまずハンディがあるんですね。イギリスのそのコメディアンと、あとそれから僕と、あとその司会者と、その3人でフリートークをするってことやったんですけど、テレビならね、まだこうニコニコしてたらいいんですけど、ラジオやったらニコニコしてただけやったらね、いないのと一緒ですから、これ困ったなと思ったんですけど、まあ求められることやから、まあ飛び込んでいこうと思って行ったんですね。さあさあ、フリートーク、日本のね、このフリートークとこのイギリスのフリートークの違い、これ日本の場合はね、フリートークといってもね、台本がそう合ってないようなもんですから、何が大切かというと人間関係なんですね。そこで仕切ってる人、そのポジショニングもあるんです。そこで一番偉い人は誰かなんですね。偉い人にもう好かれてないと、まず話も振ってもらえないし、あとなんかおもろいこと言おうと思ってもね、言ったところで笑ってもらえないし、なんで、その面白いこと言わないの前に人間的に好かれるっていう。だから忖度みたいなのもやっぱりそこで出てくるわけですね。あと、それから日本のね、その盛り上がるところは何かというと、それで好かれてですよ、やったらですよ、まあ、いじってもらえるしね、例えば、って言って噛んだら噛んだやないか、なんて言われるしね、その、こう、まあ、じゃれやっていく面白さ、っていうのが、日本のフリートークで。で、僕も、それ体験してね、やっぱこう、好かれていって、まあ、僕も、まあ、で、じゃあ、仕切った場合ですね、誰かこう、ゲスト来たりとかね、後輩が来たりしたら、気に入ってますからね、それはもう可愛がって、もうそれ突っ込むわ、何するわ、でわーって盛り上がっていくっていう、そういうことですけども、イギリスの場合ですね、何かというと、まあ、ある程度、議題みたいなのがあるんです。その、このフェスバルについてどうですか？だから、今回あったのがね、フェスバルについて、まず、一体どうですかみたいなことをコメディアンが振ったんですね。そしたらね、僕と一緒に出たコメディアンがね、結構喋るんですよ。まあ、それについて、司会者もずーっと聞いてるんです。で、僕も、まあ、あんまね、あ、じゃあ、おい、長いね、長いね、みたいなとか、今噛んだとか、そんなんないです。意見をまず聞くって感じです。あまりにも長いと、まあそこで止めるんでしょうけど、このフェスバルっていうのは今回はコロナの時期に入ったから、みたいなことをちょっと喋ってるんです。前はどうやみたいなこと言われて、さあ僕ですよ。で、僕はね、来て、まあ、いきなりマスクしてたらちょっと差別にあったみたいなことを、まあ、たどたどしくね。ちょっと、まあ、もう一回ちょっと言わせてもらうけど、みたいなことでやったら、もうええわみたいなことならずに、うんうんって、いいよいいよ、ゆっくり喋って、みたいなことでちゃんと聞いてくれようとするんですね。で、その後ね、まあそっから議題があって、で、僕が言ったのがその差別問題についてですよ。それについても、そのもう一個のコメディアンが、差別について、じゃあ私もちょっと喋らせてもらうと、って言って、こう、これね、一つおもろかったが、ビール飲みながらね、こうやってるんですね。僕にもビールくれたんです。こう、パッて。で、僕は、これビールこれ飲んでいいの？って言ったんですよ。ほな、司会者もそこのとこちょっと面白がって、日本の場合、それ飲んだらダメなの？って言って。
is a beer. Oh wow, British. Yeah. Yeah, well, I think it's okay. I think it's an Amstel. It's all right. Yeah. It's all right. All right. これね、ビール飲みながらやるってこと僕ちょっと喋ったんです。日本の場合ほらお酒飲むっていうことはもう仕事終わってから飲むっていうことになるじゃないですか。だから仕事じゃないだから何するにしてもビール飲みながらやるとかそういうのはあんま良くないですよね。イギリスの場合はね全然違うんです。酔っ払うってことが良くないんです。この違い分かりますかね。だから日本の場合は例えばそうですね、例えで言うとまあ野球しますと水飲んだあかんみたいな理論もあるじゃないですか。やってる間も水の絶対飲んだあかんぞと、終わってからと水飲もうはいって言って、野球はこう勝っていくことが目的やない、目的は水飲む飲まないになったりするでしょ。それと一緒で酔っ払ってめちゃくちゃならなかったら別にビール飲もうが何しようが法律以内のことやってもいいんですけどもね。だからカメラマンもビール飲んでるし、音響さんもちょっとビール飲みながらやってるんですね。僕だけですよ飲んでないの。そのことについてもちょっと喋ったりしたんですね。ほらじゃあ分かった、あの前は日本人だから飲まない、いやいや飲まして飲ましてって言ってまあまあそういうやり合いはあったんですけどもね、まあ、違いはね何かというと、日本のこう盛り上がるところは例えて言うならば地元の中学の先輩後輩で喋り合っていくって形です。そこで仕切ってる人誰か、番長誰かとかね、あとそういう人間関係の中に入っていったって感じで、だから一番強い人に好かれていくと結構そこで話聞いてくれてね、じゃれやっていくんでもうわーって面白いですよ。イギリスの場合はどっか都会のね大学同士の会話みたいなね、そういうとこあるから、なんかこう意見を持っとかないとダメなんですね。こう振ってもらえるとかそんなことで、自分でどんどん言っていかないと話がもう誰か一人だけになったりとか、だからどんどん自己主張していかなあかんというね。その代わりこう意見はたどたしさだろうが何だろうが黙って聞いてくれるみたいな、この違いがあってね。いやまあ今回本当にちょっと言って、ああこういう違いがあるんだなと思って、まあじゃあどっちがおもろいかってことですけども、それはまあ見てる皆さんがまあ判断することですけど、やっぱり気持ちいいのは僕も日本でやってきてるので、生まれ育ったらやったので、やっぱり日本のよく気心知れた人でも、お前なおい何やってんだよ、わかんないやないか、お前そこ簡単かやろお前最後みたいなのが、やっぱり気持ちいいんですね。でそれに慣れてるせいなの、何なのかね、まあ、イギリスでまあそういうことをまあ試してみても面白いなぁなんて思うんですけども、まあそのフリートークの違い、自分の意見をちゃんと持っとく、それを言う、そして聞いてくれるという都会の大学生同士の会話みたいやなぁと思ってね、そういうフリートークの違いがあって、まあでも人の意見聞くのもね結構体力いる話でね。なので僕も言いたいことが山のようにあったので、まあイギリスでもまあまああの聞いていただけたんでね、なんとかうまいこといきましたけども、そんなことがいろいろ海外行って発見できるんで面白かったなという、今日はですね、イギリスと日本のフリートークの違いで、またその楽しみ方喜び方っていう話をさせていただきました。あ、これ見てある方もしよかったらチャンネル登録お願いいたします。